チャンネル66。What's up 66ジンです。今回の動画は、レッドウィングアイリッシュセッターブーツのパンツコーディネートの動画をお送りします。今回は、ジェラードの 301XX、フルカウントの1110、シュガーのダディーズパンツ、ジョン・グラッコーのフィールドトラウザー、以上の4点を合わせていきます。では、ジェラードの 301XX から合わせていきます。はい、レッドウィングのアイリッシュセッターのコーデっていうことで、今回最初に見せるのが、ジェラードの 301XX。もうジーパンです。もうザ・ジーパンで、もう昔から僕もね、このジーパン、ね、こういう、このぐらいの太さのジーパンに合わせています。少しね、濃い色のね、ジーンズなんですけども、もう濃いジーンズに、このアイリッシュセッター、ね、レッドウィング、合いますね。もう、見るからにザ・アメカジですね。はい。皆さんもね、まあ、大体の人はこういう雰囲気に合わせてるんじゃないでしょうか。フルカウントの1110、若干こう、スリムのタイプですね。をロールアップして、ちょっと短めに見せてみます。はい。ブーツの方がね、全容が見える雰囲気で履いてます。まあ、すっきりした感じに見えますよね。もうスリムのタイプなんで、もうテーパードの入ったデニムですね。綺麗にまとまって見えると思います。まあ、ブーツもね、もう素晴らしく生えて、発色もしっかり見えると思います。次が、シュガー&コーのダディーズパンツのベージュに合わせてます。ね、まあ、見た目の雰囲気がね、チノパンっぽく見えるんですけどもね、このパンツ、デニムで作られていますね。はい。ちょっと、これもロールアップしてます。あ、ロールアップはね、しなくても全然 OK だと思います。ちょっと長いんで、ロールアップして、今回は見ていただいてます。これも鉄板中の鉄板でございます。アイリッシュセッターにはもう抜群に合うと思いますね。パンツもこれでレギュラーフィットなんで、普通のちょっと太めのタイプになります。まあ、後ろ姿もね、いいですよね。ちょうどいい感じに。ブーツもよく見えるんじゃないでしょうか。はい、ジョン・グラッコーのフィールドトラウザーズで合わせてみました。まあ、これも鉄板ですよね。軍物のパンツっぽい雰囲気ですよね。には、このアイリッシュセッター合いますよね。はい、グリーンの色目も、このブーツに合うと思います。若干こうロールアップして、太めのパンツに合わせてます。まあ、後ろのね、雰囲気もね、すごくいいかと思います。まあ、ブーツですよね、このパンツには。まあ、このアイリッシュセッター、バッチリ合うと思います。色目もね、まあ、ブラウンですごく映えて見えますよね。このブーツ持って見える方、たくさん見えると思いますんで、この4点以外にも、このパンツいいよっていう方が見えましたら、ぜひコメント欄の方にね、コメント入れていただければ嬉しいと思います。今回の動画良かったと思ったら高評価、あとチャンネル登録もよろしくお願いしますね。では、以上となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、また見てね。